こんにちは、筋トレ科学のりょうです。今回はこんなプロフィールの私が筋トレ前にやってはいけない最悪な7つの習慣について科学的に解説していきます。頑張って筋トレしているけど、なかなか効果が現れないっていうことありますよね。なんで自分の筋肉は成長しないんだろうとか、なんで思うように 体脂肪が落ちないいいいんんだろうとと悩んでるる人もいると思います実は多くの人がやってしまっている筋トレ前のある行動が原因で筋肉の成長や体脂肪の減少を妨げてしまう可能性があるのですがそのことを知らずにトレーニング効果を逃している人も多いですそこで今回は最新の研究論文などをもとに筋トレ前に避けるべき7つのこととその解決策についても しっかり解説していきますので、最後までぜひ楽しんでいってください。それでは早速、筋トレ前にやってはいけないこと。一つ目は、水分摂取を怠ることです。筋トレ前は、十分な水分摂取を心がけましょう。なぜなら、水分摂取量が不足すると、筋力が低下し、トレーニングの質が落ちることが、科学的に証明されているからです。実際、こちらの研究では、最低2年以上の筋トレ習慣のある男性を対象に、まず、十分に水分を補給した状態で、 ベンチプレス1回のマックス重量に挑戦してもらいました。その結果、十分に水分摂取をした状態では、 平均してベンチプレス1 1 7キロを上げることができました。この1週間後に今度は体重の1.5%分の水分を減少させた軽度の脱水状態を引き起こした状態で先ほどと同じ被験者にベンチプレスのマックス重量に再度挑戦してもらいました。その結果、軽度の脱水状態でのベンチプレスマックス重量は平均1 1 0キロに減少してしまいました。次にこの被験者に2時間の休憩と十分な量の水分を与え再度ベンチプレスのマックス重量に挑戦してもらいました。 戦してもらいましたその結果被験者はベンチプレスのマックス重量の平均117キロの筋力を再び発揮することができるようになったんですこのように体重の1.5%分の軽度の脱水状態で筋力が約6%も減少してしまうようですまた別の研究ではトレーニングの反復可能回数つまりレップ数に着目し同様の結果が確認されました被験者が体重の 3%分の脱水状態になると十分に水分を補給した場合と比較して各セットの反復可能回数が減少し具体的にはベンチプレスやラットプルダウンなど6つの種目で各セットの反復回数が1から2回少なくなってしまいましたしたがって水分摂取量が不足し脱水状態に陥ると筋力の低下や反復可能回数の減少を引き起こしトレーニングの質を低下させてしまうんですではなぜ水分摂取量が不足し脱水状態に陥ると筋力低下や 反復可能回数が減少すするのかかかりますか原因の一つに体温調整機能の低下が挙げられます。人は汗をかくことで運動で発生した熱を体外へ排出しています。しかし脱水状態に陥ると汗をかくことが困難になるため熱が体内にこもってしまい体温が上昇してしまいます。この体温上昇によって運動に大きく関与する呼吸、循環、神経系などの調整機能が低下し 筋力や反復可能回数が減少してしてまうんです。皆さんも経験あるかもしれませんが、例えるならばスマートフォンを使いすぎて本体が熱くなると動作が鈍くなったりすぐに充電が減ってしまうことありますよね。これと同じで 脱水状態になり人の体に熱がこもってしまうと本来のパフォーマンスを発揮できなくなるんです。だからこそ水分をしっかりとって体温調節機能を正常に働かせる必要があるんです。また脱水状態に陥ると精神面にも悪影響を及ぼします。実際研究にもある通り喉の渇きを感じる程度の軽い脱水状態でも運動に対するモチベーションの低下と倦怠感が生じることが分かっているからです。倦怠感とはだるい、 疲れた。疲れやすいと感じる状態です。なぜかトレーニングのやる気が起きないなということはありませんか それも水分不足による脱水状態が原因になっているかもしれません。ではどうすれば脱水状態による悪影響を防ぐことができるのでしょうか一般的に脱水には喉の渇きが参考になると言われていますよね。しかし実は喉の渇きという自覚症状はあまり参考にならないことがわかっています。なぜなら筋トレ中に喉の渇きを感じている状態ではすでに脱水状態であるため喉が渇いてから飲むという水分補給の仕方では手遅れだからです。 喉の乾きに合わせて水分を取ってはいけません。ではどうすれば 脱水状態を防げるのでしょうか解決策はあります。まず、筋トレ前に十分な量の水分を取るように心がけるだけで運動パフォーマンスを高めることができるんです。具体的には水分摂取量と運動パフォーマンスの関係性について調査した全ての研究を考慮し、かつ実践的な内容も考慮すると筋トレを開始する2時間から3時間前に 600ml の水分を取り筋トレの20分から30分前に追加で 250ml の水分を 取ることが推奨されます。これで筋トレ前の水分摂取は万全です。あとは筋トレ中にこまめに水分を取って 脱水を防ぎましょう。ちなみに筋トレ中は筋トレ10分につき 300ml の水分摂取が推奨されます。これは例えば60分の筋トレの場合は 1.8L 以上の水分摂取が筋トレ中に必要だということです。ちなみにこれは目安量です。実際にどの程度の水分量を取るのがベストなのかは人によって多少変わります。例えば汗をあまりかかない体質で温度管理された施設で筋トレする人ととても汗っかきな体質で空調の効いてない環境で筋トレする人 人とではは必要なな水分量は大きく異なりますそのため、今紹介した水分摂取量を目安として実践していく中で摂取量を微調整するようにしましょう。より個人に合わせた正確な水分摂取量を求めたい方は、一度筋トレ前と後の 体重の差を測ることをお勧めします。筋トレをして減った体重分が補えていない水分量だと考えてください。なので、例えば、筋トレ前と比較して筋トレ後に体重が 0.5kg 減少していた場合は、500ml 分の水分が筋トレ中に不足していたことになります。この場合は、次回のトレーニングで 500ml 分の水分を追加で取ると脱水状態を防ぐことができるので、最高のパフォーマンスを発揮することができるんです。 このように目安量を参考にして余裕があれば微調整すると個人に合わせたトレーニング中の具体的な水分摂取量がわかります。ちなみに筋トレ前に飲む水分はお酒以外であれば何でも大丈夫です。普通の水や牛乳。 プロテインコーヒーヒででも大丈夫です次に、筋トレ前にやってはいけないこと。二つ目は、体幹を疲労させることです。腹筋群を鍛える運動や、プランクといった体幹を鍛える運動を行うと、腹直筋、腹斜筋、腹横筋、多裂筋といった体幹を支える重要な筋肉が疲労してしまいます。事前にこれらの体幹の筋肉を疲労させてしまうと、その後に行う種目によっては悪影響を及ぼす恐れがあります。特に、 多観察種目を行う場合は体幹の疲労に注意する必要があります。なぜなら数ある筋トレ種目の中でも多観察種目は体幹の力に頼っているからです。 多関節種目とは、例えば、ベンチプレスやダンベルプレス、腕立て伏せ、ショルダープレス、検水、スクワットといった、全身の関節や筋肉を連動させて行う種目のことで、筋肉の成長や筋力アップのためには欠かせない種目です。そしてこの多関節種目は、数ある筋トレ種目の中でも特に体幹の機能に頼っており、体幹は 多関節種目の実施中、体を安定化させるだけではなく、下半身から上半身へ力を伝えて、より大きなパワーを発揮するために働きます。特に、懸垂とスクワットは、体幹の安定性や力を伝達する機能に強く頼っていることが、 複数の研究で報告されています。そのため、体幹を鍛える運動を行うタイミングには注意しましょう。腹筋群を鍛える運動や、プランクといった運動で体幹を事前に疲労させてしまうと、その後に行う多関節種目のパフォーマンスが低下してしまったり、怪我のリスクが増加してしまうんです。腹筋運動やプランクなど、体幹を鍛える運動は、体幹の力に強く頼っている多関節種目を置いた後に行うか、別の日に行うようにしましょう。そうすることで、体幹が疲労していない状態で、 関節種目をを実施すすることができ最高のパフォーマンスを発揮できます次に筋トレ前にやってはいけないこと3つ目は鎮痛薬を飲むことです筋トレ前に鎮痛薬を飲むのはあまりよくありません関節や筋肉などが痛いからと筋トレ前に鎮痛薬を飲む方もいるのではないでしょうか実は最も一般的な鎮痛薬である n イ s を服用して運動をすると小腸を損傷させ腸のバリア機能を失う恐れがあると研究で判明しています 腸には様々な細菌が存在していますが、その細菌の中には毒素を出して体を攻撃してくるものがいます。腸のバリア機能を失ってしまうと、その腸内細菌が出す毒素が体内に侵入し、その結果様々な病気の発症や、 悪化を引き起こすリスクがありますまた別の研究ではエニセイズと呼ばれる鎮痛薬を服用して運動をすると酸化ストレスが増大することが報告されています酸化ストレスの増大とは体を傷つける活性酸素が過剰になった状態を言いますこの酸化ストレスは様々な炎症に関連する病気 例えば感染症や癌、動脈硬化といった病気を引き起こすリスクが報告されています。つまり鎮痛薬を使用した筋トレは病気の引き金になる恐れがあるんです。もし皆さんが体が痛すぎて鎮痛薬を飲まないと筋トレできない。 そんな状態になってしまったら、鎮痛薬を飲んで、無理して筋トレするのではなく、その日は筋トレを控えるか、痛くない部位の筋トレを実施するのが特策です。健康第一で筋トレを行っている方は、特に筋トレ前の鎮痛薬の使用には注意してください。筋トレ前にやってはいけないこと、四つ目は、 タンパク質と炭水化物の摂取を怠ることです。せっかく筋トレするなら筋トレ前のタンパク質と炭水化物の摂取を怠らないようにしましょう。なぜなら筋トレをする前に十分な量のタンパク質と炭水化物を摂ることができればインスリンという強力な筋肥大ホルモンが分泌されやすくなりコルチゾールと呼ばれる筋肉の成長を妨げるホルモンの分泌量を減らすことができると研究で分かっているからです。インスリンの分泌量が増えコルチゾールの分泌量が減れば筋肉が しやすくなります では、筋トレ前にどのタイミングでどの程度の炭水化物とタンパク質を取ればいいのでしょうか結論、筋トレ前の6時間以内に体重 1kg あたり 1g から 4g の炭水化物と体重 1kg あたり 0.4g から 0.5g のタンパク質を取るようにしましょう。これは研究で有効性が示されている筋肥大に有効な筋トレ前の食事量です。これは例えば、筋トレ開始が午後9時の場合は午後3時から筋トレ開始前までに十分な炭水化物とタンパク質を取しょう。 基礎を取っていれば。 筋トレ前の食事として成立するということです。そして摂取量は体重に合わせて考えるんですが、例えば体重7 0キロの場合は、7 0かける1から4グラムイコール7 0ムから2 8 0ムの炭水化物を筋トレ前に取るようにしましょう。タンパク質は7 0かける0 4五0 5グラムイコール28から3 5ムのタンパク質を筋トレ前に取るようにしましょう。特に炭水化物については摂取量に幅があるので、最初は 体重 1kg あたり 1g から始めて試してトレーニング中に集中力が切れたりエネルギーが 切れてしまうようううよよであれば徐々にに摂取量を増やすししましょうまょた、もし何らかの事情で筋トレ前に十分な炭水化物を取れなかった場合は筋トレ中にポカリスエットやマルトデキストリンを使った炭水化物ドリンクを飲んで対応することが非常に有効です。また、何らかの事情で筋トレ前に十分なタンパク質を取れなかった場合には筋トレ中に EAA を摂取することも有効です。栄養摂取のタイミングはそれほど重要ではありませんが筋肥大にプラスの影響を与えます。余裕が ある場合は栄養摂取のタイミングにも気を使い筋トレ前までにに十分な栄養を取るよううししてみましょうでは次に、筋トレ前にやってはいけないこと。5つ目は、筋トレ前の性的ストレッチです。皆さんの中にも、筋トレ前にストレッチしている方が多いのではないでしょうか。実は、筋肥大を目的にしているトレーニーは、筋トレ前の性的ストレッチは、なるべく避けた方がいいです。なぜなら実際、研究にもある通り、筋トレ前のストレッチが、 トレーニングによる筋肥大効果を減少させることを明らかにしたからです。この研究では被験者の大替指導筋を対象に筋トレ前に25秒2セットのストレッチをする群とストレッチをせずに筋トレする群の2つに分けました。そして筋肥大効果を 10週間比較した結果、筋トレ前にストレッチを行った軍は、大体死闘筋の筋肥大効果が減少しました。具体的には、ストレッチをせずにトレーニングのみを行った群は 12. 7、12.7%大替死闘筋が成長したのに対し、ストレッチを行った群は7.2%の成長にとどまりました。このように、ストレッチを行うと、筋肥大効果が明らかに減少してしまうようです。なぜ筋トレ前に、 性的ストレッチを行うと筋肥大効果が落ちるのかというと専門用語でアルファガンマレンカンと呼ばれる神経システムに悪影響を与え筋力が一時的に低下してしまうことが分かっています筋力が低下すればおのずとトレーニング効果も減少し筋肥大効果に悪影響を及ぼしてしまいますなので筋肥大を目的とするならば筋トレ前の性的ストレッチは通常行うべきではないということですしかしそうは言っても皆さんの中には 筋トレ前のストレッチは欠かせないでしょう。筋トレ前にストレッチしなければ気分が悪い。こう考える方もいるでしょう。そんな方は筋トレ前に性的ストレッチを 1V1 セットだけで、なおかつ30秒未満の短時間で行うようにしてみてください。 30秒未満のストレッチであれば筋トレ前に行っても運動パフォーマンスに影響しないことがシステマティックレビューと呼ばれる質の高い研究で報告されています。また、1部30秒未満の短時間の静的ストレッチでも怪我の予防に有効であることが報告されており筋トレのパフォーマンスを落とすことなく怪我を予防できる可能性があります。そのため筋トレ前に静的ストレッチをしたいけど筋肥大効果は 落としたくないという方は 1v30 秒以内の性的ストレッチを実施することを推奨しますそしてもしじっくりとストレッチを行いたいという方は筋トレ前後を避けたタイミングで行うことを推奨しますでは次に筋トレ前にやってはいけないこと6つ目は筋トレ前に頭を使うことです筋トレ前に頭を使って脳が疲労している状態だとトレーニングによる筋肥大効果が減少してしまうことが研究で明らかになっていますこの脳が疲労している状態とは仕事や勉強で頭を使 使って疲れている状態のことを指します実際こちらの研究ではトレーニング歴4年以上の被験者を対象に筋トレ前に脳を使って精神的な疲労が溜まっている状態でスクワットをする群と精神的な疲労がない通常状態でスクワットをする群の2つに分けそれぞれ最大筋力の70%で疲労困憊まで3セットを行わせましたその結果脳が疲れている状態で クワッドをした軍は疲れていない軍と比べて反復可能回数が15.8%も少なくなってしまいました。そして筋トレの総負荷量、つまり重量かける回数かける セット数は脳が疲れた状態でスクワットをすると34.6%も減少してしまいました。この減少は筋肉の成長にマイナスの影響を与えます。つまりこの結果は脳の事前疲労がトレーニングによる筋肥大効果を減少させることを示唆しているのです。なので筋トレをするなら脳が疲れていない仕事前や勉強前にやるべきだということです。しかしそうは言っても 頭を使う作業の前に筋トレを済ませられる人は限られるでしょう。大抵の人は仕事終わりや学校が終わってからなど脳が疲労した状態で筋トレをすると思います。なのでその場合は脳の疲労を除去する栄養素を筋トレ前に取るといいでしょう。そうすることで運動パフォーマンスを落とさずに済むはずです。脳の疲労を除去するための具体的な方法について解説してきますが、それを理解するために現代の脳の疲れの原因について知っておきましょう。現代における脳の疲れの原因は解明され できておりその原因の大半は活性酸素が原因だと言われています脳を使い酸素を消費すると活性酸素が発生しこの活性酸素が細胞を傷つけることによって疲労という形で細胞組織の機能が低下しますそして現代の疲労の原因である活性酸素から体を守る働きがある物質が2つあり それはビタミン C とクエン酸です。まずビタミン C には活性酸素の除去作用があります。このビタミン C はブロッコリーやキウイ、イチゴなどに豊富に含まれていますが、こういった野菜、果物を食べない方で、なおかつ筋トレ前に頭を使って疲れている方はサプリメントの導入も検討するといいでしょう。効果を得るためには1日 2000mg、できれば 3000mg から 5000mg を食事のタイミングで 摂取したいところです。また、クエン酸も活性酸素の発生を抑える抗疲労作用があると報告されています。脳が疲労していない状態で筋トレしている人はそれほど気にかける必要はないんですが、筋トレをするタイミングが仕事や勉強の後になってしまう方は脳の疲労が少しでも軽減するようにクエン酸を取るといいでしょう。2.7g のクエン酸をトレーニング直前やトレーニング中のドリンクに混ぜて取ることが有効です。興味のある方は使用を検討してみてください。 筋トレ前にやってはいけないこと。7つ目は、有酸素運動です。皆さんの中には、 筋トレと有酸素運動をセットで行う人も多いのではないでしょうか。しかし、筋トレと有酸素運動をセットで行うと、筋力向上効果が低下することが分かっています。実際、メタアナリストと呼ばれる最も質の高い研究手法で、筋トレプラス有酸素運動を連続で行った場合、筋トレのみの場合と比較すると、筋力向上効果が約18.2%減少することが分かっています。この結果からトレーニング効果を高めたいならば、筋トレに有酸素運動を組み合わせない方がいい。 ということが分かっています。しかし実は、現代のスポーツ科学では、これを抑える方法も判明しているんです。方法は非常にシンプルで、筋トレと有酸素運動の順番に気を配るだけで、筋トレと有酸素運動を組み合わせた時の筋力向上に対する悪影響が超消しになります。実際2018年に有酸素と筋トレの組み合わせの順番が 筋トレの効果に与える影響について、メタアナリストで調査されました。有酸素と筋トレを5週間以上行った10の研究報告を分析し、合計245名が対象となり、筋トレへの影響が解析されました。このメタアナリストの結果、有酸素から筋トレの順で続けて行った場合では、筋力向上効果が低下しましたが、筋トレから有酸素の順番で行うと、筋力向上効果が低下しないことが分かりました。つまり、筋トレと有酸素運動をセットで行う場合は、 有酸素から筋トレではなく、筋トレから有酸素の順番で行った方がトレーニング効果が高くなるんです。そのため、筋力を伸ばしたいならば、筋トレ前の有酸素運動はなるべく避けるようにしましょう。ではなぜ筋トレ前に有酸素運動を行うと筋力向上効果が落ちるのでしょうかその要因として、筋グリ抗原と 筋損傷が挙げられます。有酸素から筋トレの順番では、有酸素運動の実施によって筋肉を動かすための、いわばガソリンである筋グリ抗原が減少するとともに、 微細な筋損傷が生じます。このキングリ高原の減少と微細な筋損傷が有酸素運動後の筋トレに悪影響を及ぼします。これに対して筋トレから有酸素運動ではキングリ高原の減少と微細な筋損傷の影響がないため、高いパフォーマンスを発揮できることから、筋トレの効果を損なうことなく実施できます。このような理由から有酸素から筋トレの順は避けて、筋トレから有酸素の順番で行うことが推奨されます。ちなみに安心して欲しいんですが、有酸素とは言っても筋トレ。 行うウォームアップ程度の低強度短時間の運動や日常生活レベルの強度の低い歩行ならば筋トレ前に行っても問題ない点は知っておいてください問題になるのは筋トレ前に息は弾むが隣の人と会話できる程度の中等度の運動強度の有酸素運動です息は弾むが隣の人と会話できる程度の中等度の運動強度の有酸素運動は体脂肪を燃焼するのに効果的な運動強度であることが 研究で示唆されていますが、これを行うと、筋グリ抗原が減少するとともに、微細な筋肉の損傷も発生するため、これをやるなら筋トレ5にしましょう。ということで、筋トレの効果を最大化したいならば、筋トレ前の有酸素運動は避けましょうという話でした。筋トレ前にやってはいけない7つの習慣は、 一つ目、水分摂取を怠る。二つ目、筋トレ前に体幹を疲労させる。三つ目、鎮痛薬を使用する。四つ目、タンパク質と炭水化物の摂取を怠る。五つ目、静的ストレッチ。六つ目、頭を使う。七つ目、有酸素運動。トレーニング効果を。 最大化したい場合は、この7つを筋トレ前に行うことは控えることを推奨します。そしてこちらの28000人以上が登録してくれているこの公式ラインでは、私や私のコーチング受講生が最短3ヶ月から半年以内に 理想の体を手に入れて、なりたい自分を実現できた方法の配信と、ボディメイクを継続できて、やりきれる環境を用意しています。効率が悪い、時間がない、継続できない、成果が出ないと悩んでいて、短期間であなたの求める理想の体を手に入れて、なりたい自分を実現したいのであれば、ぜひ下の動画の概要欄から登録しておいてください。さらに今なら、 期間限定で無料で自分に合ったボディメイク方針のヒントがもらえるボディメイク診断とその診断結果に応じた減量プログラムと増量プログラムの配布をしています。また効率的に全身をバランスよく鍛える最強7種目の完全ガイド、電子書付き改定版。 ボディメイクに役立つサプリメントガイド改訂版の2点の無料プレゼント、その他にも LINE 登録者限定、無料講義動画4本や、厳選した60本以上の動画の中から、あなたに合ったハイクオリティ動画、コーチング体験者の声、この合計7つの無料特典を手に入れたい方は、期間限定配信ですので、今のうちに下の動画の概要欄から LINE 登録しておいてください。このチャンネルでは短期間で理想の体を手に入れる貴重なボディメイク法を できるだけわかりやすく配信しています。そういった配信を見逃したくない人は、今のうちにチャンネル登録と、その横にあるベルマークのタップをよろしくお願いします。またもしこの動画が役に立ったという方がいれば、いいねを押したり、学びをコメント欄にアウトプットしてもらえればと思います。ということで今回も最後までありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。